します。東大新領域から参りました鈴木と申します。よろしくお願いいたします。まず、今日は、DB ケロ、私たちの作っております、マルチオミックスの、データベース、柏から私来ましたので柏って付けさせていただいたんですけども、柏エンサイクロペディア for researchers of マルチオミックスアナリシスということで、DB ケロって付けたんですけれども、それのデータベースの、紹介を、させていただこうというふうに、思って、います。データベースをどうやって使ったら、どういう検索ができるかということは、後で、鹿島さんに委ねようというふうに、思っています。前半部分に、最近のミックスの、データの、背景、トレンドみたいなことを、少しご紹介させていただきまして、その後にデータベースの実態というふうにバトンタッチをさせていただくということで、2部構成で、お送りしたい。私まず、自己紹介ですけれども、東大の、柏、新領域、こういうキャンパスなんですけれども、こちらから、参りました。そこで、オミックスの、シークエンスの、次世代シークエンサーの、コアラボみたいなことを、運用して、おります。世界的には、非常に、ちっちゃな規模ですけれども、国内ではなかなかこう大きなものが、あんまり、稼働していないっていう現状もあったりしますので、あるいは特化しているゲノムに、東北メディカルメガバンクだとか理研だとかあるんですけれども、例えばゲノムに特化したみたいな解析をやってるっていうことで、いわゆるアカデミックにこういろんな目的に使えるっていうものの中では、国内でも、一番大きな、部類に入るのかなっていうふうな、ところで、あります。規模としましては、ハイシーク2500が、6台、ハイシーク3000が、1台なんですけども、これはもうほとんど最近だとシャットダウンに、なってます。急速に、シークエンサー自体も切り替わってまして、ノバシーク、これ、おどろおどろしく書いてありますけど、これよりも、新しく入れたノバシーク2台の方が、スループトが、何倍も高いということで、ノバシークでも、ほとんど全部回しているというような、ことです。そこで、プログラマーが、4人ぐらいと、これ、ウェットのテクニシャンも少し増えて、今10人ぐらいで、やって、います。で、ミッションとしましては、ある程度大きなデータ算成が必要になったときに、例えば、メディカルな分野ですと、今日は人だということでこちらの話を主にさせていただきますけれども、メディカルな分野ですと、AMED のゲノムのシークエンシング、あるいは、マルチオミックスのシークエンシングのプロジェクトに、参画させていただいたり、文科省のゲノム支援というのもこれも後で、お話しさせていただこうと思いますけれども、やってまして、こちらだと、モデル生物、マウスだとかラットだとか、もちろん、ショウジョウバエ、線虫、ゼブラフィッシュ、単細胞生物みたいなのも、シークエンスを、共同研究なり、自宅解析なりで、引き受けているというような、ことをやって、おります。で、こちらの部分はどちらかというとサービス業なんですけれども、本当のことを言いますと、新しい技術を、自分たちの、ところで作って、誰も見たことのないものを、見てみたいというのが、私も研究者もう、引退かもしれないですけれども、研究者の端くれですので、そういうことを思いながら、やっています。ただ、アリ系に行って最近だとこう欧米にどんどん新しいすごいなっていうのが出てきて、それについていくのが精一杯っていうようなところもあります。で、今日ちょこっとご紹介させていただくのは、もうシングルセルのプラットフォームが出てきて5年以上になりますけれども、シングルセルで、空間トランスクリプトームですかね、あとはロングリードみたいなのも、こちらで、こちらは自分たちで作った機械でも何でもないんですけれども、テクノロジーとして導入して、この枠組みを通して、皆さんに提供すると。アリテイに行ってこれ、今なんとか使えるっていうものばっかりですけど、お蔵入りしたものもたくさん、あったりは、しますけれども、そういうのの毒味役みたいなことをやってる、拠点だというふうに、思っております。で、今日お話しするデータベース以外にもデータ算成自体にご興味がっていうことであれば、Y 鈴木 at Human Genome Center ですけど、hgc.jp までご連絡をいただければ、いろんなことで、お手伝いさせていただければいいというふうに、思っております。今日、お話し、するのはマルチオミックス、の話をさせていただきたい。マルチオミックスというか、ゲノム以外の、部分の、話をがメインに、させていただきたいというふうに、思って、ております。それで、先ほども、ゲノムのお話、ありましたけれども、NBDC の方から、大規模な、ゲノムの、解析、シークエンス解析と、そのデータベース化の、話が、ございました。で、これ、繰り返しになってしまいますので、あまり、詳しくは触れませんけれども、国内外で、多くのプロジェクトが、ゲノムのシークエンシングのプロジェクトが、進行中で、あるというような、ことです。
例えば、アメリカのプレシオンメディスン、USO ですね、オールオーバースでは、まあ、額が問題かどうか分からないですけれども、110億円で、例えば10万人とか100万人だとか、というような規模での、まあ、ゲノミクスイングランドの規模ですね、イギリスのゲノミクスイングランド。この辺が、日本だとメジャーなところですけれども、10万人のデータも多分、パブリックなデータベースにデポジットされていて、まあ、コントロールアクセスの問題があってすぐ取れるかどうか分からないですけれども、まあ、少なくとも、算出はされている。でそれが、10万人になって100万人になって、1000万人になろうというような、プロジェクトが、企画されています。で私の聞いた一番大きなプロジェクトは、中国の、13次5カ年計画っていうので、総額で1兆円ぐらいを投じて、まあ、何千万人もしかしたら、民間の保険会社みたいなのも加わると、もう中国10億人もあの人いますけれども、まあ、1億人何億人っていう桁で、ゲノムのシークエンスを展開する時代が、もしかしたらここ10年以内に訪れるのではないかというような展望も、ございます。で日本でも、まあ、遅ればせながらというと怒られちゃいますけれども、ようやく、準備段階が、完了しつつありまして、データの算定が、始まろうとしているところというふうに、聞きます。例えば、ここ NBDC もそうですし、CCAT だとか、遺伝研、DDBJ、フォークメディカルメガバンクも、ちょっと、出遅れた感もありますので、日本が一丸となって、この日本人の、ゲノムの解析に取り組むということがようやく始まると、ようやくと言っていいと思いますけれど、始まるというような、ことを、聞いております。でますます先ほどの、NBDC の提供するデータベースっていうのの重要性っていうのが増していくものというふうに考えているところで、あります。で私たちのところはもう少しバイオロジカルなところに貢献できればっていうような、もしかしたらその先のところに貢献できればっていうようなことでやっております。例えばこれも、まあ、大冗談で構えすぎかもしれないですけれども、私たちがそのゲノムから私もゲノムに携わってもう20年ぐらい経とうと、私が、ゲノムの業界に入ったのは思い起こせば終始1年の頃ですけれども、そこからも25年ぐらい、経ってしまいまして、そこで、でも、思ったのは、ゲノムの解析っていうのは確かにここ25年特に次世代シークエンサーが導入されて以来15年は経たないですね、まあ、でも15年弱ですか、で、非常に大きな展開を、見せてきたということでは、あります。で、それはパラダイムシフトっていうような言い方をする方もたくさん、いらっしゃいます。で、たくさんの、ゲノム配列が解析されて、GBAS 含めて、たくさんの疾患遺伝子が、明らかになりました。で、良かったのは、まあ、がんをはじめとして、プレシジョンメディスンっていうの言葉が生まれて、多くの、まあ、非常に有効な、治療法が、見つかった。たくさんの抗がん剤が見つかって、たくさんの患者さんに対して、ベネフィットがあったということで、あります。けれども多くのがんについてはまだ、達成されていないっていうことにつきましては、多くのがんについては、残念ながらまだ、薬剤療法、ゲノムの力だけでは、根治を、もたらすことは、まあ、事実上不可能であると。であるいは、何千ものまだ、難病に関しましては、特に退院死で起こると言われているような難病に関しましては、依然としてその病態っていうのが全く分かっていない、治療法も分からない、どうやって対応したらいいか分からないっていうようなことが言われています。で、私もともとトランスクリプトームの出身ですので、まあもともとそういう毛もあるんですけども、私の独断と偏見によりますと、ゲノムっていうのは非常にファンダメンタルな人としての基本の設計図であって重要なんですけれども、やっぱりその設計図を組み立ててみて、じゃあどういう機能がそのゲノムの中にこうコードされてて、それがどういうふうにおかしくなってるんだっていうのは、ゲノムの変異だけ見てても、ある程度分かる部分っていうのは限られているんじゃないか。やっぱり、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオームみたいなところで、起こっていることっていうのを把握したいと、というようなことを、考えてきた、もので、あります。で、ゲノムっていうのは、全身どの細胞をとっても同じっていうのが、ある程度強みで、あるということで、あります。ところがトランスクリプトームっていうのは、もちろん、腎臓とか肝臓とかそれぞれ臓器がたくさんある中で、トランスクリプトームっていうのは一つ一つ全く異なりますし、同じ肝臓の中でも例えば、血管に近い肝臓の細胞、血管に遠い肝臓の細胞っていうと、もうそれだけで、異なるというようなことも言われて、来ております。で本当のことを言うと、トランスクリプトームの解析っていうのはある方の、全身の細胞を本当は全部解析したい、
人の方の中にはこれも私本当かどうか分からないですけど50兆個ぐらい細胞があるっていうふうに言われているらしいです。でそれを、まあ、夢のような話かもしれないですけど本当は全部解析してしまいたい。しかも、生まれてから例えば、成人して、老いて、亡くなるまで、状態がどんどん変わっていく、あるいは病気になったり、あるいは、それが治ったりっていうような状態変化のもとでどういうふうにその50兆個のトランスクリプトームが変わっていくか、これは、夢で、あります。けれども、まあ、15年前には夢だった、ことも、今、シークエンス関連技術のスループと大幅に上がってきてまして50兆個は当然まだ無理なんですけれども各臓器に対して数万個のシングルセルレベルでの解析っていうのは、可能なようになって実際にデータも、出てき始めているというような、形に、なります。それをゲノムの情報と合わせてで、そうやって実際組み立ててみて、新しい、時代に新しい、ゲノム医科学の、パラダイムシフトっていうのがもし起こるとすれば今そのちょうど、このジャンプをするためにかがんでる、時期なのかなっていうふうに、思って、います、データがちょうど今出始めたところっていうことで、それをデータベースとして表現して、一緒に、どうやって活用するのかっていうのを考えて、いきたいということで、まあ、ちょっと、手前味噌に言いますとそのゲノムで、今、国家プロジェクトが大規模に動く、まあ言ってしまうとその先をに、一緒に、考えていけるようなそのネタ振りを、させていただければというデータベースだというふうに、思って、います。で具体的にはいくつもいくつも、計測機器が、生まれて、います。もしかしたら、すごく近未来数年のうちにここ、10年ぐらいはイルミナ型の次世代シークエンサーで、たくさん読み取るっていうような、ことを背景に行われてきましたけれどもシークエンサーに依存しないような ACGT で読み出さないようなハイスループットの、バイオロジーっていうのも、出てくるというような可能性も、ございます。で、そういうのも、見据えながら、とにかく、データベースを作っていきたいというような、ことです。で実際も始まってますのは例えばがんのクローン進化だとかで、あるいはがんじゃない疾患の局所病変であるだとかあるいはシングルセルの、レベルであるいは、後でお示ししますけど、空間情報も、加味した形でイメージングと融合しながらそれが疾患によってどういうふうに変わるかっていうのを、こう数理モデルも含めた、ネットワーク配列だけじゃない、ゲノムの DNA っていうと配列の解析になりがちですけれども、トランスクリプトンプロンペオムっていうと分子実体っていうようなニュアンスの方が強くなってきますのでもしかしたら、物理の拡散、物質の拡散ですねっていうような、ものも、視野に入れながら、一つの細胞の解析から臓器のネットワークへそれが、トータルとして人がどういうふうに、疾患になるのかっていうのを、考えていけるような、ことができればいいなっていうふうに、思って、います。でこれまたちょっと時間があったら最後にちょっと鹿島さんにあれかもしれないですけれども、今、本当に技術革新で、活用が広まり始めている時期というふうに、思います。で、言い換えると今まで比較的データベースとして扱いやすかったのは、どんな形にしてもゲノムの配列のデータを扱ってきたあるいはそれを臨床データと、臨床データと、AI で、ガッチャンコするっていうことにしても扱うのは基本的にテキストデータであったというようなことですけれども、これからのデータっていうのもしたら、テキストだけじゃなくて例えば画像であるだとか数値であるだとか、むしろ私たちがこれまでにいわゆるバイオインフォマティックスであまり馴染みがなかったような、扱いを、必要としてくるような、時代も、来るかも、しれない。そこにはやはり、アカデミアから、小規模であっても、貢献していきたいというふうに、思っています。ありてに言って第一世代の次世代シークエンスの分野で、出遅れた感のあるとも言われる、日本の、ゲノムですけれども、次世代の、次の世代、次世代という言葉はないかもしれないですけれども、次の、来たるべき、ゲノム医科学の、スタートダッシュには世界一斉に今でよいどんというところもありますので、しっかりと、キャッチアップしてあるいは、分野によっては世界を牽引していくというようなことがあるというふうに思っております。でこれはちょっと、今日は、お話しするあれもないですけれどもシークエンサー自体のフォーマットも変わろうとしていますし、例えばシークエンスに依存しない
ハイブリダイゼーションベースの、シグナルで、遺伝子発現をっていうような、技術も、いくつか、出てきて、います。もうすぐなんか、JP モルガンの、なんか、発表があるみたいで、こういうのの技術が、アメリカでの、技術が、いくつもロードマップが来週あたりに開示されるというようなことだというふうには思いますけれども、まあ、そういうようなことです。で、お話を、いきなり戻させていただきますと、今日は、DB ケロのご紹介に、参りました。で、そうは言っても、いくつか、私たちが取りためてきました、多層ミックスの、まあ、ものを、データを格納した、kero.hgc.jp、イカ研のヒトゲノムセンターで運営させていただいております。で、こちらについて、ご説明を、鹿島の方から、いたしますけれども、その前にちょっと、簡単にトピック的なものだけこう私の方で概略を説明させていただきますと、まあ全体の狙いとしましては、人のゲノムの多型だとか、がんでの突然変異だとかっていうのがどういう生物学的な意義を持つのか。でその人の、そのゲノムの変異を持っている人自体っていうのはなかなかまだ難しいところがある。もちろんそれの人の全部の細胞っていうのはまだまだ夢の物語ですけれども、そうは言ってもそこに例えばたまたま、変異が持っている多型を持っている例えば培養細胞がどういうマルチオミックスの振る舞いを示していたかっていうのが、まあ、一目瞭然に見れると、いいなっていうコンセプトで、作った、データベースです。で特にまあありていに行ってその、データの規模、カバードっていうような、ものですと、NCBI だとか EBI だとかっていうのに、言ってしまえばある程度型がつくところがありますので、その中にまあ意外に埋もれてしまっている、日本に関係するようなもの、例えばその日本人のがんであるだとか日本人に由来する、がんの細胞株であるだとか、あるいは日本人の研究者が、算出したデータであるとかっていうのをやっぱり大切に、扱ってってやりたい。あるいは、ここで、紹介されている、ここのデータベースに収載されている日本人の研究者は、現役で第一線で活躍されておられますので方ですので、そこにこう直接、一緒にデータ賛成から、まあ、データの処理だとかっていうのをそうやってもアメリカに電話するよりは、日本の、共同研究の方に電話した方が共同研究の、話もしやすいこともあるかと思うので、そういうような、礎にきっかけになればというふうに、思っているというような、ことです。でまず、日本人の、正常のオミックスのデータを、格納を、して、ございます。数は、あまり大きくないですけれども正常の、例えば肝臓で8件、大腸で11人ですね。で、エンドメトリアル、子宮、生殖系で、エンドセリアル、血管内皮系ですね、30、35。という数の、日本人の、正常の、方のエピゲノムが、収載されて、ております。これは、終了してしまいましたけれども、一昨年までだったかな、3年ぐらい前までのクレスト、IHEC、インターナショナルヒューマンエピジェノムコンソシアムっていうのが国際コンソシアムであるんですけれども、それに、日本はクレストとしてチームで、参加しておりまして、牛島先生、がんセンターの牛島先生がまとめておられましたけれども、日本人の標準エピゲノムとして作ろうと、というようなことで、集めた、日本のチームで集めたデータが、収載されておりまして、もちろん配列自体は、NBDC、JGA に、登録されておりますけれども、それを、ブラウザーで、見て見れるというような、ことです。あとは、まあチップシークのデータなんかは、すみません、それで、エクスプレッション、内容ですけど、エピゲノムって言いましても、まあ、代表的な、ヒストンマーク、全部と、DNA のメチル化と、RNA の、シークエンスから、それぞれが、構成、されます。で、生配列情報は NBDC からですけれども、それが加工されたもの、例えば多くの場合はマッピングから、まあ、そこはやらなくてもいいよっていう方に対しては、遺伝子の発現カウント情報だとかチップシークの、なんですかね、ピークの情報、あるいはそれを、RDF 化したものみたいな形で、置いてあるというような、ことです。で、いくつかの例えば、東北メディカルメガバンクの、まあ、公開になっている部分だけですけれどもであるだとか、徳永先生が、集められておられました、GBUS の日本人の多型の後で鹿島の方から具体的なものを紹介いたしますけれども、じゃあその、例えば、どちらが先かいいか分からないですけど日本人で、ゲノムの多型があっ
った近傍には何が起こっているか、まあ、ちょっと、変わっちゃいますけど、例えば、まあ、別の臓器になっちゃうかもしれないですけども、そこの、例えばコロンでそこがエンハンサーとして機能していたとか、あるいは、オルターナティブスプライス、エキソンがあったとかっていうようなことが、まあ、その周辺の情報が検索できるというような形に、なっております。一つ目が、そういうことで、あとは、まあ、もう少し、実験に寄せた、形として、データベースの使い方として、まあ、あんまり、ここを細かくではないというのは、先ほど、十分説明されたと思うのでということですけれども、あと、実験、まあ、されるときに、培養細胞を選ぶときにどれを選んだらいいんだろうっていうようなことを、まあ、思われる方、いらっしゃると思うんですけれども、まあ、これ肺腺がん、全部肺腺がんですけれども、お例に、挙げますと、日本人由来のものっていうのを、使われる場合に意外にこれデータベース埋もれてて、取れなかったりすることも多いので、まあ、日本人由来のセルラインがこれぐらい、ありまして、まあこのまあ、よく使われるこれ多分皆さん PC9 だとか A549 とか皆さん、ご存知の細胞間ばっかりですけれども、まあ、こういうものに対してじゃあそのオミックスがどうなってるのかっていうのを、まあ徹底的に取ったというようなものに、なります。全ゲノムの配列、エピゲノムの状態、トランスクリプトーム、転写開始点、ノンコーディング RNA っていうのがその細胞それぞれに対してどういう状態になっているのかっていうので、例えば、その、EGFR、まあ、ドライバーをに EGFR を持っているその日本人の細胞株はどれかとか、もう少し、ひねりますと、どんなタイプの細胞株が欲しいのか、例えば低分化型、高分化型、エピセリアル型、メッセンカイマル型、例えば、その、神経、分化型みたいな、形で、まあカテゴライズして、選べる と、というような、ことに、なって、おります。でコンテンツそういうふうなことをやってますとなかなか、データ の、 その選び方っていうのが複雑になってき、たところもありますので、一生懸命このデータの使い方みたいなビデオも、配しましたので、まあ、それも、見ながら、使っていただければと。いうふうに思っているところで、あります。で、この辺の、どういう形で、使っていって見てみれるかっていうのは後ほどということですけれども、私のセクションで、一番申し上げたかったのは、実はこれ私個人的には一番、推しっていうか、一緒に考えていただきたいと思っているのは、比較的新しい目の手法、自分たちでこう本当は開発した手法でって言いたいところなんですけれども、そこはなかなか叶わないとすると、新しめの手法でどんなデータが出てくるのかっていうのを、まあ、そうは言ってもまず、データとして実データとしてお示ししてチャンピオンデータでも何でもないです。ある時私たちが条件検討で、取ったデータを、ダウンロードしていただいて、見ていただくと、というような、ことを、こうできればというふうに、思っております。その枠組みをまずは、シングルセルから、始めました。それで、その、まあ、そうやってもデータ、だけ落ちてても、困るというような、ことも言われますので、まあ、英文だとか、日本語の文章、日本語の創設だとかで、じゃあそのデータを具体的にどうやってプロセスするんだっていうのも、一生懸命丁寧に、書いたつもりで、あります。それでもまだ足りないっていうので、今度、用途者の方から、データセット付き、プロセスできる、こう教科書みたいなのに書かせていただきまして、それを見ていただきながら、DBKero からデータをダウンロードして、実際にプロセスしていただいて、というような、ことができるとデータに対する理解も、深まるというふうに思いますし、じゃあ次にそれを自分でどういうふうにやるんだっていうのを、こうの、まあ、きっかけになればというふうに、思います。で、まず、シングルセルから始めました。で、これも釈迦に説法ですけれども、去年の、ネイチャーメソッドの、メソッドオブザイヤー2019っていうのが、実はシングルセルでした。で、初めは、その RNA トランスクリプトームのシークエンスから始まったシングルセル解析ですけれども、今実はこんなに、あります。アタックシングルセルのエピゲノム解析、アタックの解析、メチル化の解析で、サイトシーク、まあ、ちょっと詳細は触れませんけれども、プロテオムの入り口みたいな、もの、T セルレセプターの、なんですかね、レパトアの、解析みたいなのまで、いろんな手法が、出て、います。それにつきまして、まあ、データベースでこうシングルセルのところまでは、こうブラウザーとして、実装いたしましたけれども、なかなかに展開が早くて、全部に対してブラウザーを作るっていうのはそろそろ不可能に、なりつつ、あります。
ただ、そうは言ってもデータをとにかく、お示ししたいということで、データだけでもダウンロードしていただけるような枠組みを、作って急場をしのごうというふうにしております。ですので、そのデータをお手元でプロセスしていただける、枠組みっていうのも必須なので、頑張って教科書書くっていうちょっと変な話になってますけれども、まあ、そういうのは、海外のデータベースでも似たような状況だというふうに、思っておりまして、なかなかそのブラウザー上で実装するにはデータも多様になって複雑になって解釈の仕方も、難しくなってきています。でスピードも速くなってきている。その代わり、その既存のプログラムっていうのがすごく簡単になってて、すごくユーザーフレンドリーに、なってます。で、これからどのデータベースを見ていかれにしてもポンとデータが置いてあるっていうデータベースが増えてきてまして、それをダウンロードして手元でむしろツールをインストールして見ていただくっていう形を取るのが、もしかしたら、これから流なのかなっていうようなところも、あります。で、言い訳ですけれども、まずデータだけを、置いていこうということで、データポータルを、充実させた、つもりです。まずシングルセルのデータっていうのが、すいません、ちょっと、取りました、これか、シングルセルの、データっていうのが、ここに、落ちてまして、でここで、まず、シングルセルのデータセットっていうのが、うちで、まあ、ある程度、日本で作ったようなやつは、取れます。ただ、ではこういう形で取れるんですけれども、置いておかれても、実際にはカウントマトリックスって細胞ごとの遺伝子発現の状態で、置かれて、ております。ただそれだと困るっていう、ことですと、どうやって、それをプロセスする、手元でプロセスして、まあ、ブラウザーっぽく、まあ、論文の図っぽく見るかっていうのも、もう、コマンドラインを、コピペで叩ける形の、チュートリアルっていうかヘルプみたいな画面を作りましたので、それを見ていただきながら、どれか1個の、模擬データを、想定して、これをやったらこうなって、これをやったらこうなってって形で、フォローして、おりますので、まあ、こういうのを、足がかりに、データを手元で、見ていただければっていうのは、形です。で、シングルセルなんですけれども、2019年のメソッドオブザイヤーは、シングルセルだったんですけど、2020年、最近発表になったメソッドオブザイヤーっていうのは、スパーシャルトランスクリプトーム、空間トランスクリプトームだと、いうようなことに、なっています。こういう、いわゆる 10X のビジウム型から始まったのが、近未来的にはこういう、ファインな解像度での、解析が、見込めると、いうようなことで、これはシークエンスベースでやらないんだと思うんですけれども、というような、ことです。で、こちらに関しましても、まあ、まずは、そのデータを、マウスの、一番無難なところで、マウスの腎臓で置いてみましたけれども、ポンと、置いて、あります。さっきの左上の上から3番目ぐらいのところからダウンロード、可能です。で、なんか、カウントマトリックスであれば人に関してもデータを出していいということらしいので、もう少し、ちょっと、今準備してますけれども、すると、人の、がんの、スパーシャルトランスクリプトームのデータも、置かせていただこうというふうに、思って、います。あとは、ロングリード、ナノポアのロングリード、私、うちの、メインのプラットフォームナノポアなんで、それなんですけれども、日本人の肺がんをとりあえず20人分、これも配列、生で置いてしまうと問題なので、ストラクチャルバリエーション、がんの、大規模なリアレンジメント、構造変化の、VCF グラフを、置かせて、いただきました。で、非常に複雑な変異とかも、起こってまして、VCF グラフに、表現できないものもあるんですけれども、それに関しては個別に、ここにこういうのがありましたという形で、リンクされています。で、例えばこれ、青にこうなんか青から赤に行って、赤から黄色に行って、黄色から緑に行って、緑から抜けるって、こうくるくるくる回ってるからくるくるって名前つけたんですけど、っていうようなものも見つかってまして、で、例えば、まあ、その論文書いたんですけど、ピルゴタとかリグマだとか、我々が出すとゲノムリサーチ、彼らが出すとセルっていうところが悲しいところですけど、まあ国際コンソーシアムでも、台風だとか、そのなんか、これ、なんですか、塔だ、ギリシャ語かなんかで塔で、崖って意味なんですかね、結構すごい複雑なバリエーションがたくさんある、これを VCF でどういうふうに表現していくかみたいなのも、話題ですけれども、まあ、ロングリードでどういうふうにそれが見えてくるかっていうのを、見ていただければというような、ことです。あと、フェージングの情報も、近々置きたいというふうに、思っています。例えば P10 のロスがありますけど、それはどちらのクロモソームがどれぐらいの、LOH を起こしているかっていうのが、やっぱりがんの理解には、大切と。あとはトランスクリプトームに目を転じますと、例えばスプライスバリアントががんによってどういうふうに変わっているのか。で、
スプライスバリアントの形によってはとても変なタンパク質が生まれることがありますので、例えばプロテ、これ、NBDC のご協力いただいてプロテオームの方を紹介いただいて、実際、マスで計測するとそのうちいくつかちゃんと、タンパクになっていると。そうすると今度はがんなので、ネオアンチエンとして機能してるんじゃないかみたいな論文を、書いたり、しました。まあ、これのデータも、置いて、まだですけども、近々、置くつもりですので、トランスクリプトもの、ロングリードで、あとはメチル化のロングリードっていうのも、最近できるようになりまして、今まで1本1本バイサルファイトでチコチコやってたんですけれども、例えばじゃあロングリードでメチル化を見たら、どうなるか。これナノコアのシグナル、メチル化 C のシグナルで見るっていうのはなかなかノイジーなので、エンザイムメディエティッド、まあ、なんですかね、バイサルファイトの変換を、酵素でマイルドにやるっていうようなやつが最近なんかマイブームでして、それをこう使って、まあ、5キロぐらいですけれどものフェージングが、できると、まあ、メチル化のフェージングができると、いうような、ものも、近日に置いておこうというふうに、しております。あと、先週出てきたのは、そのマルチオームというやつで、1つの細胞の同時計測、1個の細胞のエピゲノム、トランスクリプトームがどういうふうに見えるのか、それが従来のシングルセル RNA シークとどれぐらいの相関を、持つのか、大体なんとなく、個別に見ると、シングルセル RNA の少し感度が良さそうだったりしますけれども、そうは言っても同じ細胞で、アタックと RNA が読めるっていうのは結構大切というようなことで、今ごちゃごちゃ言いましたけど、シングルセル周りロングリード周りで、新しめなデータで、まだサンプラーみたいな形になるかもしれないですけれども、まずは、置いておきたいで、それを、まあ、プロセスできるようなチュートリアルも充実させたいっていうので、ちょっとデータベースの使い方としては変な形かもしれないですけれども、まあ、そういうようなものに、お付き合いいただけるとというふうに、思っていると言います。これ国内創設、遺伝子医学だとか生態の科学だとか、先ほどの陽動者の、教科書もすぐ出ますけれども、最後は一番サーキュレーション多いのなんだったら、和光の試薬のカタログですって言われて、試薬のカタログにも書きましたけれども、まあ、こういうのでデータベースの具体的な紹介とかもさせていただいておりますので、ぜひ、見ていただいて、まずは、ホームページ、来ていただいて、ちょっとまだ、非常になんていうか、手作りでやってますので、使いにくい部分多々ありますけれども、そういうののフィードバックも含めて、一緒に作って、いただければ、まあ、お付き合いいただければというふうに思っているところで、あります。具体的なじゃあ説明、データベースをどうやって使うかっていう話につきまして、じゃあ鹿島先生に答えということでお願いします。それでは私の方から、NBDC JAX の、実践編ということで DBK 論の使い方に関して、話をさせていただければと思います。はじめに DBK 論に関しては今鈴木先生の方からお話もあったんですけれども、もともと実験的に保証されたハイプライマータンの TSS シークからスタート、DBTSS からスタートしておりまして、現在もさまざまなツールに関しまして日々更新を続けております。本研究室で、取ったデータも多く掲載されておりまして、最近です と、スライドで示しておりますニューの部分ですね、キャンサー SV のデータセットだったり、ビジウムのデータセット、こちらがスパーシャルトランスクリプトムですね、と、あと SV ビューワーだったりっていうのが足されております。で、本日はこれらのツールの中から、データポータルと、マルチオミックスビューワー、パスウェイマップ、SV ビューワーに関して、簡単にではございますが、ご説明をさせていただければというふうに思います。で、まずデータポータルなんですけれども、基本的には、データのダウンロードをするためのものです。で、こちらでは、2つあるんですけれども、IHEC、インターナショナルヒューマンエピゲノムコンソーシアムのデータと、国内の研究データ、主に、先進ゲノム支援のものですね、こちらをダウンロードすることができることになっております。2つ目のマルチオミックスビューワーに関しましては、その名前の通り、多階層のデータを一覧して閲覧することができます。こちらに関しては、後ほどタートを用いて、実際に皆さんにも、もしお時間があれば手を動かしていただければというふうに思います。で、3つ目がパスウェイマップです。パスウェイマップでは、パスウェイ上に様々な情報を反映させて表示させることができるツールになっております。で、4つ目の SV ビューアに関しましては、先ほど鈴木先生の方から、
説明があったのとほとんど一緒なんですけれども、そこも少しご説明させていただければと思います。では早速データポータルなんですけれども、データポータルで今画面の方でも見えているかと思うんですけれど、こちらの部分ですね、ダウンロードというところにデータポータルが2つ存在しているのがわかるかと思います。で、今回ご説明いたしますが、もし、後から確認したいという場合には、こちらヘルプのビデオの方も、ラボの方で用意しておりますので、ぜひ、見ていただければというふうに思います。で、実際押していっていただきたいんですけれども、データポータルの1つ目のところを見ていっていただきますと、iHEC のデータをはじめとしていくつかのデータを見ていくことができます。で、デフォルトの画面ですと、まずマトリックスの方を開くようになっていると思います。こちらで見ていっていただきますと、 iHEC のデータに関してはトータルで583のデータセットが登録されておりまして、うち423がチップシークのデータセット、105が RNA シーク、55がバイサルファイトシークのデータセットということになっております。で、左側のテーブルの部分からも、いろいろ選択していくことができるんですけれども、ここのマトリックスになっている部分をリストに変換していただきますと、このような形で、今ちょっと狭くて端っこまで見えないかなと思うんですけれども、リストの形でも表示させることができます。で、実際皆さんがやられるときは大きな画面で見られると思うんですけれども、スライドの方を見ていただきますと、スクリーンショットでご用意したものがありますが、このような形で、一番右の部分ですね、ダウンロードができるようになっております。で、データのファイルフォーマットに関して特定のものを、だけ選び出したいという場合には、左側のファイルフォーマットの部分で選択を、チェックマークを入れていっていただきますと、選択、絞り込みをすることができますので、そちらの機能も利用していただければというふうに思います。で、こちらに関してはここでダウンロードしていただいて、実際、先生方が、お手元で解析をしていくことができるというふうになっております。で、2つ目の部分なんですけれども、ダウンロードのところにもう一度戻っていただきますと、先進ゲノムの方のデータセットを表示できるようになっております。で、こちらも、マトリックスとリストっていうふうになっているんですけれども、こちらマトリックス見ていっていただきますと、一番トップのところには、先生方、このデータセットを主催された先生方のお名前が表示されるという形になっております。で、例えば、こちらですと一番左が、大島先生のデータセットで、こちらが、全部で18データセットあって、RNA-seq が18で、隣、田村先生の方に、移りますと、トータルで20のデータセットがあって、うち18が RNA-seq、2つが ChIP-seq のデータっていうふうになっております。で、こちらも先ほどと同様ですね、先生方のお名前、プロジェクトの部分で選んでいくことや、ファイルのフォーマットとは、生物種だったり、オミックスのカテゴリーとは、シークエンスした際の読み方や圧生のタイプなどで絞り込みをしていくことも可能です。さらに、こちらもリストをクリックすることができるようになっているんですけれども、トラック ID が一番左にありまして、その後先生のお名前があって、一番右が先ほどと同様に実際にデータをダウンロードできるようになっております。で、こちらの部分ですね、実際にデータを取った先生方のラボのウェブサイトにリンクしております。ですので、もし、興味があるデータがあった場合に、実際こちらから先生方のラボに飛んでいただいて、その研究、どういう研究をされているラボなのか、あるいはどういう論文が実際出ていて、
そう、どういう解析に使われたデータなのかっていうのもそちらから辿っていくこともできるようになっております。で、データポータルに関してはこのような形で、様々なデータをダウンロードすることができるというふうになっております。ぜひご興味のあるデータがありましたら、そちらからダウンロードしていただければというふうに思います。で、2つ目の、ツールといたしまして、マルチオミクスビューワーを、見ていきたいと思います。マルチオミクスビューワーは一番最初のトップのところ、上のところにあるんですけれども、こちらクリックしていただきますと検索できる、画面が出てくるようになっています。で、基本的にここは人かマウスかっていうのを選ぶことができて、キーワードの部分ですね、今 NM っていうふうに入っているんですけれども、 NM のナンバーだけではなくて G のシンボルからサーチをすることも可能になっております。あ、下段の方ですね、ノミックポジション、こちらからも検索をすることができるので、特定のロケーションの、ミューテーションとかもう見たいものがはっきりしているという先生方はこちらを利用していただいてもいいと思います。で、実際検索していただいた後は、ここ、2つ表示されているんですけれども、マルチオミクスビューワーの方をクリックしていただきますと、それをマルチオミクスビューワーで見ることができるという形になっています。で、今回は、例としてパートを見ていきたいので、それを、解説していきます。で、先ほどと同様に、実際に、解析をしたい特定の、遺伝子だったり、データセットがある場合に、マルチオミクスビューワーから入っていっていただきます。で、今回の場合はタートが見たいので、キーワードのところにタートを入れてサーチを行います。そうすると TSS ビューワーとマルチオミクスビューワーが出てくるので、今回の場合はマルチオミクスビューワーで見ていきたいので、こちらをクリックします。そうすると、ちょっと今狭くなってるんですけど、こんな感じで表示がされています。で、左側の、スライドショーで見ている画面と右側のだとちょっと見え方が違うかなというふうに思うんですけれども、上の部分ですね、ここ、幅や高さも調整することができますので、実際見たいデータに従って、ここの部分も調整していただければと思います。デフォルトでこんな感じで、結構いっぱいデータが表示されるような形になっているんですけれども、クリアオールトラックスだったり、ベーシックパブリックデータっていうので、データの選択をしていくこともできます。で、実際クリアをして、見るとこんな感じで全部消えて、で、ベーシック、を足すとこういうふうにシークエンス、シピジアイランド、リフシックという形で足されていくという形になります。で、下に進んでいただきますと、データセットというふうになっているんですけれども、ここから、必要に応じてデータを足していくことができるようになっています。今回は、日本人のがんのデータをいくつか足していきたいと思います。まず、ジャパニーズのゲノムで、先にキャンサーセルのクリニカルデータセットを足していきます。で、ICGC の SNP、SNV を選んでいただくと、このような形で下に追加することができるデータセットの一覧が表示されます。で、ここを今回は一番上 NCC のを足していくと、先ほどのところに一番下の部分ですね、NCC のデータが足されているのがわかるかと思います。同様にして、今度は、ノーマルセルで、下の2つを選んでいくと、
長浜 と、ジャパン PGX のデータも追加することができました。このような感じでクリックするたびに下にデータが足されていくという形になっていきます。でさらにセルラインのデータも足すことができるので、キャンサーセルのセルラインで見ていって、今回は、LCAD1 と LCOK を追加してみます。するとこんな感じで今どんどん足していったものが下に表示されていくっていう形になります。で、見ている領域の部分なんですが、今回はちょっと時間がないので最初から入れさせていただくんですけれども、ズームだったりいろいろ機能を使うこともできますので、そちらでも見ていっていただければと思うんですが、そうすると、パートのプロモーター領域の部分に今回は着目しているんですけれども、このような形で、今表示した中で3つのデータでは、プロモーターの部分にミューテーションがあることが確認できるというふうになっております。で、ここで、クリックしていただくと、また選択できる項目がありまして、まあ、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけど、選んでいっていただきますと、何から何への変異なのかっていうのを見ることができるっていうふうになっております。で、今回はまずミューテーションの部分を見ていったんですけれども、じゃあこれで他の階層のデータはどうなっているのかっていうのをさらに追加して見ていくっていうようなことをやっていきます。で、もう一度検索するところからスタートしていって、マルチオミックスビューワー。で、見えていくんですけれども、先ほどと同様にここの部分で選択をしていくことができます。で、ゲノムのデータでキャンサーセルのデータセットを先ほどと同様に選んでいっていただいて、で、MOA の部分を押すと全部が出てきますので、必要なデータを選んでいってください。今回は PC9 と先ほど表示していたデータを追加していきます。で、次に今度はエピゲノムの方を追加していきます。エピゲノムを選んでいただきまして、セルラインでチップシークのデータを見ていくと、こちらも同様のセルラインがありまして、その中から必要なものが選べるようになっています。で、さらに、コルの方も、コル2も同じデータセットを追加することができて、最後、トランスクリプトームのデータも追加をしていきます。で、トランスクリプトームが TSS と RBKM ですね。こちらを追加していっていただくと、こんな感じで下にどんどんデータが足されていっているっていう形になります。で、今このままだと表示が少し見にくいと思いますので、大きさの変更をしていただきますと、こういう感じで一括で下まで
画面上で見ることができるような状態になるかと思います。ここで、先ほどと同様の部分ですね。こちらの部分を見ていっていただきますと、こんな感じで表示がされます。そうすると、上から SNV のデータがあって、ピストンのデータがあって、ポルのデータがあって、TSS のデータがあってっていうのが、ミューテーションが、あった細胞、なかった細胞っていうので、それぞれ表示されて、トランスクリプトーム、エピゲノム、ゲノムの階層での、それぞれの情報をこのような形で一括して閲覧することができるというような形になっております。で、今回はタートを例にしてご紹介させていただいたんですけれども、このようにデータセットが、いくつも入っておりますので、皆さんの、着目している遺伝子の、シンボルとか、場所を入れていただいて、解析に役立てていただければなというふうに思います。で残りちょっと時間があれなんですけれども、パスウェイマップを、紹介させていただきます。パスウェイマップは、その名前の通り、パスウェイ上に情報を反映させるものなんですけれども、DB ケロのパスウェイマップでは、セルシグナリングテクノロジーズと KEG の、マップを利用することができます。で、こんな感じでリストが出てきておりまして、セルシグナリングの方は、マップ見ていっていただきますとこんな感じで表示される感じになっています。で、実際にどのようなデータを見ていくことができるかっていうところなんですけれども、いくつかあるんですが、こんな感じで、選べるものがあるんですけど、今回は、ラングキャンサーのパスウェイを見ていきます。で、ちょっと画面が、ですか。ここでセルタイプが、複数あるものに関しては選択することができるようになっていまして、例えば今の表示は LC2AD になってるんですけれども、他にも細胞種を選ぶことができます。で、ユニットの部分ですね。今 RPKM なのでエクスプレッションのレベルを見られるんですが、こちらのパスウェイに関しては他にもいくつかデータセットが入っているので、こちらを選んでいくことで、その情報を今表示されているパスウェイに反映させることができます。で、カラーのバーの部分を、濃淡の表示も変更することができまして、今デフォルトだと0から255でこういう感じで表示させているんですけれども、例えば、開けていった場合0から14で、より色が濃いような感じで、エクスプレッションレベルと、どこで、どの色になっていくのかっていうのを反映させていくことができます。で、今ちょっと時間がないので、RPKM のデータだけになりますが、他にも色々入っていますので、また必要に応じて見ていっていただければと思います。で、キャンサータイプだったり、セル、ユニット、で、ティントカラー、カラーリングとかっていうので、触っていくことができるので、そこの部分を調整していただくと見たいデータが見られるんじゃないかなと思います。で、最後なんですけれども、SV ビューアーを見ていきたいと思います。SV ビューアーは最近足されたものなんですが、これ先ほど鈴木先生からあったものと一緒になってしまうので、サクッとだけになるんですけれども、上の部分では Cancer SV データセットということで、ここにプロセスドデータが全部、テーブル形式でまとめられていて、ここからクリックすると、ベッド PE の形式で、データをダウンロードすることができるようになっております。で、どういうデータなのかに関してはこちらの部分ですね。リード数だったり、エール数だったり、カバレッジとかっていうのは、全部テーブル上に示しております。
で、またストラクチャーバリアントの、どういうふうに見えるのかっていうところで、実際これはもう論文で出ているものなんですけれども、 STK11 だったら、これも先ほどお話にありましたが、こんな感じでなっていてっていうのが、実際に図と、あとビューワーの形で、表示されておりますので、それを今見ていくことができるという形になっております。で、駆け足にはなってしまいましたが、こんな感じで、DB ケロにもいろいろデータが、載っておりますので、見ていただければと思います。今回は時間の都合で、一部しか使い方の説明をすることができなかったんですけれども、一番上にありますクイックスタートフォービギナーズだったり、あとは、真ん中の部分ですね、チュートリアルも用意されていますし、最近ここら辺の部分で、動画も足してましたので、ぜひそちらも参考にしていただければと思います。で、最後のスライドになりますが、今、これだけのツールを使うことができますので、ぜひ皆さんの解析にお役立ていただければと思います。私の方からはこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。鹿島さん、ありがとうございました。それで今のお話なんですけれども、どうしよう、これ上ってどうやって。今のお話なんですけれども、How to use っていうところで、ストーリーをいくつか我々のところで考えたところですけれども、このタートのお話は、この辺にずっと、今の、そう言ってしまうと元も子もないんですけれども、こういう形で、たどれると、文章にするとこういうことです。イグザンプル2としましまして、ちょっとすみません、すぐに下に行かないですけれども、別のストーリーとして、メタロープロテアーゼかなんかの、話を、別の話として、したところだとか、どういうのが、プロジェクトとして考えられるのか、イグザンプルにですね、っていうのが考えられないので、こういうのを、作っていくしかないと思うんですけれども、いくつかストーリーを自分たちなりに作って、使い方の具体的な例が示せればいいというふうに思っています。結局、こういう DB ケロというのを、そうは言っても、少人数ですけれども、一生懸命作っております。で、これトップページですけれども、今みたいなビデオをこの辺に散りばめて、置いて、あります。で、データポータルに、もし、慣れてる方はデータポータル、でダウンロードっていうと、この辺で全部、取れます。で、自分、お手元でプロセスしていただける方だと、ここの方が、正直いいというふうに、思います。で、ビューアーで見られたい方は、大体、この辺から、アクセスしていただけます。で、フィーチャードデータセットっていうふうに言いまして、例えばシングルセルだとか、スパーシャルトランスクリプトームだとか、ロングリードだとかっていうのは、この右上のところに大体、固めておいた、つもりです。ぜひ、DB ケロで検索していただいて、一度、一緒に遊んでいただければというふうに、思います。ご意見等、ございましたら、フィードバックをもお待ちしております。本日は、長々とありがとうございました。私からは以上。